一回もできてない？一回したかな？ってぐらいで全然できてないんです、今月本当に。え、6月初だよね。そうだよね、ごめんねみんな。ちょっとねやりたかったのだけど、なかなかタイミングがなくて。そう、だからといって私今全然できる状況じゃないんだけどね、サインがまだ書き終わっていなくてやばいんですけど、でもショールームできる日は今日しかないと思ってやっちゃおうっていう。だってしたかったんだよずっと。6月になってからもう毎日したいな、でもできないな、あさってできるかな、あできないみたいな、そうなの。偉いよ偉いねだよ本当に。可愛いよね、私これ今日初めて着たの。今までね着ようと思ったけど似合わないかもみたいな、なんか謎に持って一回も着、私これさ3ヶ月前？2ヶ月前とかに買ったのに初めて着た。可愛い。やっぱ私はリボンとパフスリーブが似合う女だなって。嬉しい、パフスリーブとリボンが似合う女でよかった、嬉しい。とっても可愛い。あ、ソロだね嬉しいね。待って、足が寒すぎるねえ。これはやっぱむくみの元になるよ冷えは。靴下でも履く？靴下ない、ここら辺にここら辺にあったらまずいんだけど、なんかないかなって。なんか布を履くね。あ、ブランケットもこう、なんかね私さ、片足だけちょっと靴下みたいなやつ履いて、そして私一回も使ってないね、一回も使ってないおパンツのこれがあるのだから使います。なんかずっと開けられずにいたの。え、待って、もちもちなんだけど、もっちもちやん。え、ガチもちもちですよこれ。あ、え、めっちゃもちもちなんだけど、どういうこと。え、なんでこんなもちもちなの。え、今まで触った毛布の中いっちゃんもちもちですこれ。やばい、もちもち。どうやったら見せれる。じゃあ背景をパンチにしちゃおう。背景をパンチ。すごい、見て、背景がおパンチ。可愛いんだけど。スクショタイムです。あったね、イコラブの目隠し布、あれ私使ってる人ね、今でも使ってる人一人しか見てない。え、めっちゃなんかモフモフなんだけど、何これ。え、なんか見て、このこれが、え、布めっちゃ、あのさ、このなんかなんかこれについてきたやつ、一緒に3点セットみたいな、なんかね、あれ消えた。なんか鬼のパンツを履いた、鬼じゃないか、虎柄のパンツを履いたおパンチのぬいぐるみ、3点セット、そう、福袋みたいな。かわいいです、嬉しい。
そう、下のねマットを取ったのよ、もう夏になるからって。そしたらやっぱり寒かった。やっぱ舐めたらあかんね、梅雨も。みんなさ普通に飲んでるよね。味わい玉露、これさミニサイズと大きいサイズで味違うんだ。こっちは抹茶で向こうが朝の茶事、味わい玉露入り。知らなかった。絶対こっちがいいよ。どうやって飲めばいいと思う？普通にさ笑っちゃうの、なんか飲み方が分からなくて、普通の飲み方が。なんかこうやってやるからさ飲めないくなっちゃうんだよね。ストローでも私1本余裕ですぐ飲んじゃうからさ。ね、私はさ水上痴漢法ね一回スルーしたんだけどさなんだよ水上痴漢法って。あれでしょ、これでしょ、こうやってさ、あの理科の実験でやったやつあれ覚えたね。なんか下法、下法水道管みたいな、下法じゃない、水上痴漢法と水下痴漢法、あれなんだっけ、上下水下下水、え、なんか3つぐらいあったよね痴漢法が。あ、情報下法、下法、あったよね下水やだ、情報痴漢法と下法、あ、下法痴漢法、ずっとさ覚えられなくて、なんか水道、うん、水、うん、情報、情報カチンカチン法みたいな、カチンチカチン、なんか覚えれなかったの。うん、だから覚えれてよかった。まあ覚えなくてもいいよね、忘れていいよね、もう一生使うことないよね。ね、なんでさそういうのを習うんだろう。真剣に考えちゃった。理科って不思議だよね、絶対それ使わないじゃんみたいなことをさ実験するじゃん楽しいからいいけど、私理科大好きなんだよ。理科大好きだった。あ、ごめん、ありがとう。 MV の話を、 MV の話何からしたらいいと思う。一回みんなで見る、もう一回一緒に見る MV もう一回、一回なんかもう一回見てみてひどい、理科なんてなくなればいいと思ってたって、よくないよ。理科は好きだよ、だって知れるじゃんいろんなこと。私実験も楽しかったし率先していつも、でもねひどいよとか言えない
だって私もなんか一時期なんか嫌な勉強嫌な時あったもん。何も言えない。でも私はね割と学校何でも好きだったから、授業とかも全教科幸せだね。え、一緒に見る一回、私も思い出すのを含めて一回見る。そんなことしてたら時間なくなっちゃうかな。ちょっと成績はちょっとね、社会の先生に本当に嫌われてて、あの社会の先生、社会だけ2を1回取ったことがあるんですけど、それ以外はもう3、4、5で、やっぱ先生に好かれることって本当大事だと思った。社会の先生と私はもうバッチバチバッチバチだったので、唯一私もちょっと嫌いになりかけた、なりかけたっていうか、こんなんでこんな私のこと嫌いなのって悲しくなっちゃいました。その私先生苦手みたいななかったけどね、その先生は本当に悲しい、分かり合えなかった。え、一回見たいな MV 思い出すね。一回、え、じゃ一回見ましょうみんなで。え、行くよ。私昔の携帯をね見つけたんですよ。まだ使える、一応ロック画面がイッチーのユナさんだ。一回見ますね。私たちどんな旅をするんだろう、アナリコン、ちょっと待って、一回画面、待って、一回止める、一回止めて、画面明るくしたい。よし、あ、なんだそれ、あ、イコラブねえ、ここえ、ここは好き、こんな。え、ちなみにこの最初のこう空港のところ、あれ一番最後に撮りました。帰る前に撮ったんです。このマイカちゃんかわいい、話そうって。ミリネもかわいい、超かわいい。イルカちゃんかわいいな、ここね。あの今年の夏の私が超ダサいから見てほしい。太陽さ、いかつすぎない？太陽急にサングラスかけた太陽、サンサンみたいな。ちょっと一番びっくりしちゃった。音聞こえちゃってるかな。この貝持ってるところも本当にやばいの。いやだやだ、まだ帰りたくない。かわいい、ここのショコちゃん超優秀、マジ大好き。え、シャンパンね、私だけさオレンジのジュースなんですよ。ほんとにしっかりそこまで。え、ここのシーンめっちゃ好き、ひとみちゃんのさ、かわいすぎない。で、アンコールが呼んで、ひとみちゃんがニコッと笑ってこっちを見て一緒に行く、いいね。ここも好き、ここダンス、ダンス全部大好き。ズキズキなのさ、文字も好き。イエス。サラツの卒業疑惑出たんでしょ。なんかショールームの切り抜き動画が回ってきて、なんかすごいガチでファンの人がなんか心配しちゃったらしくて、なんか
しませんって言ってる切り抜きを見ました。やだよ、卒業とかやだよ。エモーショナル。このさ、抱きしめて忘れたくないのがめっちゃラブライブ、めっちゃミューズ。誰か伝わる？めっちゃそこミューズなの。それは僕たちの奇跡。ここのイカリング超かわいい、マジで。カン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 、イエス。プリンセスだけでいいよよ。いいね、ここの音程も超好き。まさかの最後に私来るんかいっていう。なんでアンドゥトロなんでアンドゥトローマなんだろう。いいですね。ちょっとエンドロールはね、ちょっとまた後で。ちょっとさ、止めながら言いたいよね。ちょっとなんか何回か止めそうになったけどね、止めなかった。いいよ、夏マトペ私超好き。どの衣装だろう。でもやっぱね、水色のあのツインのしてるやつ好きだし、でもあれも好きだよ、なんだっけ、1サビのあの衣装もうちょっと肩出しドーンって出てるから本当にごめんなさい、皆さんごめんなさいっていう感じなんだけど、でもあれも好きだし、あのプールの、私全然映ってないんだけどね、映ってるかな、なんか後ろでボケて映ってるかな。プール入ったんですよみんな。あれどこ、プール、あの他のところで映ってるか。あ、キャリーだ、最初キャリーしてるところで映ってるね。あれもさ、私袖がポワンとしてるやつ、あ、私バスの中でもさ着てるわ。え、待って、映ってた今。あ、ちょっとだけ、私さ虹のさ、あの雲に虹にかかった浮き輪にずっと乗ってたの。だけど私なんかこれこんなとこしか映ってないんだけど、顔映ってないよ私。映ってないんですけど、ネタすぎないこれ。こうやってさ、こんなわっしょいでさ、彼があのシーン本当になんか現地ガチ現地の人にが「あなたのパスはあのパスだ」みたいなずっと喋ってるんですけど、この後ろにやばいのよ、もう生きてる謎生物、怖い怖い、あの紫の人が持って笑顔で持ってる、で持ってるこれが本当に最初私これ持つ予定だったんですよ。やばくない、もう今考え思い出しただけね、もう発狂しそう。なんか私 MV だからこれやってって言われたことはなるべくねやりたいと思ったんだけど、さすがにこのでかいウニョウニョは持てないと思って、ちょっと待って見たい、一回本当にすごかったんだよ、あのえ、本当にすごいんだから、私めっちゃ頑張った。だってさ、もしかしたら遊びでさ「うい」とかやってくるかもしれない、外国人の人ってさすがに何だろう、テンション高いし、私ももしかしたらフィリピンの人だったら「ウェイ」みたいな私にやってるかもしれない、でもやらないで「ノノノノ」って言ってたんだけど、もしかしたら。ここに来るかもしれないって思ったら本当に怖くて、だけど頑張って
や、これちょっと目の奥笑ってるか不安なシーンだったんですけど、もう全力の笑顔を振り絞ってでやりました。本当にあのシーンが一番ドキドキしちゃったもうここにここがゾワゾワするんですよ。もう半径もう30センチぐらいにやつがいるって思ったら本当に怖くて、もうさ初めて見た生き物、今でも何だったかわからないんだけど、あれが10匹20匹くらいこの箱にこういうこんぐらいのなんか入れ物っていうか、この裏いっぱい並べてあるじゃん貝とか、そこに20匹くらいうにょうにょいるのをね見ちゃったからね、もうびっくりしちゃって、もう本当にすごかった。全部動いてたのよ未知の生物、泣かなかったね、偉いねこんなにさ言っちゃっていいか分かんないけど、でも本当に怖かったの、 MV で一番怖かったあれが楽しそうに我慢してますけど本当に怖かった。でもね楽しかった、あのシーンでね、なんか全然使われてなかったけど、こう貝持ってイエーイみたいな、みんなの後ろでイエーイみたいなやったんですよ、みんなでこうノリノリでみたいな、ね、もっとノリノリでみたいな、だからもうこんなんしてるシーンも撮ったんですね。でもそれしながらもその紫の人はこの謎の生物をこうぶん回してるから本当に怖くてねでもなんか楽しかった、もう紫の人は何も悪くないんだけどもう絶対当たらないでねって思いながらすごい皆さんね優しくてで、ノリノリでマジで本当にもうフィリピン人って感じが、ウェーイみたいな感じで、すごいね日本とはやっぱ全然違う。本当に紫の人、え、いい笑顔だった。ちょっとスローで見よう、間違えた、ループ撮影、ループ再生にしちゃった。めっちゃ笑顔歯白っもう面白い本当に。あ、シャコなんですか、ハチマキしてたおもろすぎる真っ白、もう T シャツくらい、 T シャツよりも真っ白なんじゃないかってくらい、推し変やめてうん、楽しかったねあのシーンは。本当に私だけのシーンですから、そこはセブンの T シャツ着て、セブンの T シャツあるんじゃない、ちょっと私下さ、私めちゃめちゃズボンなんですよ、ちょっとだからちょっと待ってね、え、着ていいのかな、あれどっかしまったんですけど、あった、待って、よいしょ見て、じゃじゃじゃーん、もらえたんですセブ一回着よう、え、着ていいかな、え、全然どうする、明日のさん一回これ着るえ、いいかな、着て、私のだもんね、もう
明日のサイン会これでやってたらおもろすぎるでしょ。あ、待って、ちょっと出ちゃう、これが出ちゃうけどいい？あ、すごいボコボコしちゃうわこれ。ちょっと今日向いてない服着てるけどさ、え、ぜ、やだ、ダサい、全然良くない、半袖がいいんだけど。セブ、なんか貝殻ないかな、貝殻ないよね、貝殻なんて持ってるはずがない、ないな。なんかわしづかみできるものを探してこよう。わしづかみ、あ、ちょうどよくありますね、本当に。これでオッケーだよ。アホじゃん。アホかな、本当に。え、ちょっと引きができない、引きが、ちょっと引きがね、ちょっとできないんですよ。ちょっとどうする、でもこんなさ、何してんの本当に。もういいって。本当に何してんの。もういいよ。あー、ちょっと恥ずかしいから脱ぎますね。本当に面白すぎるでしょ。買ってくださったんですよ、このシーンのために。じゃあパジャマにでもしようかな、これ。旅行でね、もし行こうって思ってる方は本当にね、気をつけた方がいいと思います。もうなんかひとみちゃんもな、ひとみちゃんのショールもちょっと見たんですよ。でも本当にね、ちょっと治安が悪い、もう本当にそう、治安がめちゃめちゃ悪いので、やっぱり安全は日本です。でもね、やっぱ楽しかった、行けて。普段絶対行けないから。そう、シャチ持った紫の人もいるんで、本当に怖いから、ちょっと女の子とかは特に気をつけた方がいいんじゃないかなって思います。あ、シャコがシャチシャチ持ってたらやばい。シャコです、シャコ。シャチやばい、強すぎる。満面の意味でシャチ持ってんの。最強すぎる。それはもうね、いけないよ私たち。シャチ持ってる人にはさすがに対抗できない。あー、おもろすぎる。一文字でね、こんなに変わるんだね、言葉って。やばいよ。おもろいね。すぎる。大ニュースだよ。テコテコ。あ、私たち。なんかね、こう、こうやってしてます。私たちだけの後立ちさせてよ。夏食べ。ちょっと喉不調かも、また。
シャチが面白すぎた。ダンスも分かられるのかな。でもダンスねそんなに撮ってなくて、最初海のシーンもだんだん潮が満ちてきちゃって海がもうこう上がってきちゃったからあんまりね撮れなくって、で2サビの「てててててて」が使われてるところももうめっちゃ熱くて。だからそんなにいっぱいは取れなかったからね。あるのかな、あるか、多分あると思う。一応フルは取ってました。あるといいな。明日私のリップシーン、ちょっと一言言っておきたい。本当に私眩しくて写真が撮れないくらい眩しくてね、もう開いてないんじゃないかなって目が、ごめんなさい。でもどうにもできなくて必死に頑張って目を開けました。そう、はなちゃんも言ってた。すごいよ、もうフィリピンの日差しはもうなんか肌をなんか貫通してくるんじゃないかってくらい突き刺してきて、これ真夏だったらすごいんだろうなって。ちょうどいおりちゃんの誕生日あたりにしてたので撮影を4月でこれみたいな、すごかったよ。焼けましたよ私ここら辺、ここら辺焼けちゃって。さパフスリーブの衣装あったじゃん、あとこのノースリーブのやつもあったから、もうここら辺がもう出ちゃってるからね、焼けましたちょっと。そうなの。そう、私いおりちゃんとね、言っていいのかな撮影とか。でもさいおりちゃんのケーキ出てるからもう言っていいのかな。うん、ねえ焼ける。でもちょっと戻ってきたかもね。そう誕生日するとたったいいんちゃう、いいかな。日焼け止めはアリーかな、アリーとアネッサを塗ってました。どっちかアリーだった気がする。あとはなんかスタッフさんに借りたりとかしてたから。そう、タイタニックどこ、こうやって私の振りのところ、美しい波揺られのところかな。いいよねあれドローンでずっと撮ってたんです、こうやって。何泊でもほんとね、撮影自体は3日間で、あとは前後に移動だからもう5日間ぐらい。でも撮影は3日だったから何泊だろう、前日泊まってで2泊が3泊で4泊とかかな。でも私ね海外全然私疲れないんですよ。もう
なんだろう、私いろんなね新しい場所見るの好きだから、セブ島めっちゃ楽しかった全部楽しかったし、もう撮もうメイク時間がまだもうこんな時間かなみたいな感じだったんですけど、でもそれでもねもう目ギンギンで撮影してました。楽しかった。全然旅行とかはできなかった、観光とかできなかったけど、でも撮影でさご飯食べれたり海行ったり、あとは何現地の人と絡んだりとか、そうジョリビーも楽しかった。そうひとみちゃんのねショールームで言ってたよね。そうジョリビーに行ったんです。なんか私はなんかプラーっと歩いてたんだけど、ショコちゃんとあのひとみちゃんがなんかこそこそはしてないけどなんか話してて、でなんか「えジョリビー行かない?」みたいな、一緒に「え行きたい!」みたいな、「えそこにあるの?」みたいな、え、さあ行こうよ行こうよってなって3人で、他のみんなは行ってなくて3人だけで行ったんです。でひとみちゃんが本当にすごくて、なんかもうひとみちゃんはもうねやっぱコミュ力高いと思いました。やっぱね英語とかなんかどこ行ってもやっぱコミュ力って本当大事だなっていう、もう店員さんにもオッケーオッケーみたいな、なんかノリで行っちゃうみたいな、なんだろう話す時もあこのワンなんかディスワンみたいな、なんかわかんないけどそう言ってくれて、で本当にもう全部ねしてくれて、お姉ちゃんやってなりましたそうジョリビーって私も初めて知ったの。なんか変なとか言ったらあるけど、蜂みたいなキャラクターがっている、なんか窓の外見たらどこ行ってもジョリビージョリビーみたいな、マック全然ないの、もう日本のマックみたいな感じで、え全部美味しかったの。なんかね癖になる味、これ美味しいわっていう、美味しかっただけど、私はあの空港でまず行きはマニラ、行きも帰りもマニラ経由でセブ島行ったんですけど、あの行きはみんなでタピオカ飲んだんですね。私は黒糖タピオカ飲んだんですけど、嬉しくて写真とか撮って、でそんで「いざ飲もう」って飲んだら「いや美味しい、めっちゃ美味しい」みたいな言ってたら、なんとあのミリニャのね白いあのセットアップを着ていったんですけど、そしたら思いっきりこぼしちゃって「えー、みたいな、真っ白なのに何してんのみたいな、もうみんな「もう何してんの?」って、床にもなんかこぼしてて知らなかったし、普通に飲んでたら「美味しい」みたいな「美味しいね」とかしゃべってたら、なんか気づいたらこぼれてて「うん、えなんで?」みたいな。ミリネごめんみたいな、こう言ってで拭き終わって、でそれで椅子のとこに置いたらまた倒して、またこうしてみたいな、もう何やってんだよって感じになったし、で一回ね洗って、もうセブ島暑かったからもう干してたらすぐ乾くから乾かして綺麗になったんですよね。そしたらね帰りもねまさかそのジョリビーで間違って充電なくて切れちゃったあのそのなんだっけ、ナポリタンじゃなくジョリビーで、帰りのジョリビーであのトマトパスタみたいな、ひとみちゃんが絶対にこぼしちゃダメだよ、本当にありえないからねみたいな、ありえないからねって言ってんけど、本当にこぼしちゃダメ、気をつけてねって言ったのに壊しちゃって、本当に信じ
じられないですよね。もう大振り、大フラグ回収しちゃって本当に信じられない。気をつけてねって言われたし、私は息も興奮しちゃったから、もう帰りは絶対に汚さないって決めてたの。なのになんでまた白いさミリナの服着たんだろうね。でも空港だからさ、やっぱスウェットが着やすいじゃん。だからさすがにこぼさないよまたって思ったから着てたのに、こぼしちゃってショックしかそれしょこちゃんに写真撮られて、あのイコラブの元気が出るフォルダに今入っております。だからね、もう元気が出るフォルダ私ばっかりなんですよ、もう本当に本当にしかも私のっていう顔ばっかしかもメガネで行ってたから、メガネで帽子かぶって髪の毛もファサファサで、でこぼしてって顔してる写真。でもちゃんと洗いました。洗って今は綺麗になって、今レッスンでね着ております。すごいです、スウェット。